バルサの試合に現れた異色の広告、ナンバーアンダーライン愛のサッカースタジアムでの驚愕の瞬間。広告革命。FC バルセロナの試合で全世界を驚かせたナンバーアンダーライン愛の新戦略。サッカーの試合は、選手たちの情熱とスキルが光る瞬間だけでなく、広告の影響力が観客の心に深く刻まれる場所でもあります。 今回、ラリガの試合における FC バルセロナとラーヨバジェカーノの一戦は、その典型的な例となりました。特に、日本のアイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイの LED 広告がスタジアムの至るところに鮮やかに映し出され、世界中のファンたちの心をつかみました。2024年のラリガの試合、特に FC バルセロナ対ラーヨバジェカーノ戦は、サッカーの楽しさだけでなく、 広告の力を再認識させる場となりました。日本のアイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイの広告が LED スクリーンに映し出され、その影響力は試合の興奮とともに世界中のファンに広がりました。試合開始から緊張感が漂う中、FC バルセロナが早々にリードを奪い、その後も圧倒的なパフォーマンスを見せました。しかし、スタジアムの観客やテレビの前の視聴者たちは、 選手たちのプレーだけでなく、ゴール付近に目立つナンバーアンダーライン愛の広告にも目を奪われました。特に5万6千人収容のリュイス・コンパニス・スタジアムでの試合は、その迫力とともに広告の存在感が際立ちました。FC バルセロナがラーヨ・バジェカーの3対0で下した試合では、選手たちのプレーと同じくらい広告の存在が観客の注目を集めました。 特にゴール付近に映し出されたナンバーアンダーライン I の LED 広告はその鮮明さとインパクトで観客を魅了しました。試合を通じて広告の力がどれほど大きいかが再確認されました。ナンバーアンダーライン I の広告が映し出された瞬間、スタジアム内外のファンたちから歓声が上がりました。日本からも多くのファンがダゾーンや UNEXT を通じて試合を観戦し、 SNS 上でその感動を共有しました。特に広告が鮮明に映し出される瞬間は多くのファンにとって特別な体験となりました。ナンバーアンダーライン愛の広告が映し出されるたびにスタジアム内外で歓声が上がり、SNS でもその瞬間を捉えた投稿が相次ぎました。日本からはダゾーンや UNEXT を通じて試合を観戦するファンが多く、 その中でも広告の鮮明さに感動する声が多数寄せられました。広告がファンに与える影響力の大きさが再確認されました。ナンバーアンダーライン愛の広告が映し出されたことで、ブランドの価値も一層高まりました。特にヨーロッパのサッカーファンにもその存在が広まり、広告の力が国境を越えて影響を与えることを証明しました。広告が映し出されるたびに、ブランドの認知度が高まり、 その影響力は試合の興奮とともに世界中に広がりました。ナンバーアンダーライン愛の広告が試合中に映し出されたことで、ブランドの価値が一層高まりました。ヨーロッパのサッカーファンにもその存在が広まり、広告の力が国境を越えて影響を与えることが証明されました。試合の興奮とともに、ブランドの認知度も高まり、広告の力が世界中に広がる瞬間が生まれました。 この試合を通じて、広告がどれほど大きな影響力を持つかが再確認されました。特に、ナンバーアンダーライン愛の広告が映し出されたことで、ファンの反応がいかに強烈かがわかりました。広告がもたらす可能性は無限であり、今後もその影響力はますます大きくなることでしょう。この試合を通じて、広告の影響力が再確認され、ナンバーアンダーライン愛、 この広告が映し出された瞬間のファンの反応がその証拠となりました。広告の可能性は無限であり、今後もその影響力がますます大きくなることが期待されます。試合と広告の融合がこれほどまでに効果を発揮する中で、私たちは次の問いを考えなければなりません。未来の広告はどのように進化し、さらにどのように観客の心をつかむのでしょうか そして、広告の力を最大限に引き出すためには、どのような創造性が必要なのでしょうか試合と広告の融合がこれほどまでに効果を発揮する中で、未来の広告はどのように進化し、観客の心をつかむのかを考える必要があります。広告の力を最大限に引き出すためには、どのような創造性が求められるのでしょうか広告の役割は、単に商品やサービスを宣伝するだけでなく、 人々の共感を呼び起こし、感動を与えることです。FC バルセロナとナンバーアンダーライン愛のコラボレーションが生み出した広告は、まさにその恒例です。観客や視聴者は、サッカーという熱い試合を見ながら、同時にナンバーアンダーライン愛の音楽とメッセージに触れることで、二重の感動を味わいました。このような共感の波は、単なる視覚的なインパクトだけではなく、 心に残る深い体験として記憶されるのです。スポーツマーケティングは、ここ数年で急速に進化してきました。以前は、スタジアムの看板広告やテレビ CM が主流でしたが、デジタル技術の発展により、よりインタラクティブでパーソナライズされた広告が可能となりました。FC バルセロナとナンバーアンダーライン I のコラボレーションは、その最前線に位置するもので、 リアルタイムでの広告表示とファンのリアクションを組み合わせた新しい形態のマーケティング手法です。LED 技術やデジタルサイネージの進化により広告の可能性はさらに広がっています。未来のスタジアムでは観客一人一人にカスタマイズされた広告が表示されるかもしれません。AI 技術を駆使して観客の好みや行動パターンに基づいた広告をリアルタイムで表示することができれば 広告の効果は格段に向上するでしょう。サッカーと音楽は、どちらも人々に強い感動を与える力を持っています。この二つが融合することで、さらに大きなシナジー効果が生まれます。FC バルセロナの試合でナンバーアンダーラインアイの音楽が流れる瞬間、スタジアム全体が一つの大きなステージとなり、観客はその一部として感動を共有することができました。この体験は、 ただの観戦を超えた一生忘れられない思い出となるでしょう。私がこの試合を見たとき、ただの観客としてではなく、まるでその場にいる一員のように感じました。試合の熱気、観客の歓声、そして LED 広告に映し出されるナンバーアンダーライン I」のメッセージ。それらが一つに交わる瞬間に立ち会えたことは、私にとっても大きな感動でした。 広告がこれほどまでに人の心を動かす力を持っているとは正直予想していませんでした。あなたもこのような広告体験をしたことがありますかもしそうならそれはどんなものでしたかまたサッカーとエンターテインメントの融合が今後どのように進化していくと思いますかスポーツマーケティングの未来についてぜひ皆さんの考えを聞かせてください。 今後、スポーツとエンターテインメントの融合はさらに進化し、私たちの生活に新しい価値を提供することでしょう。そのためには、テクノロジーの進化だけでなく、クリエイティブな発想と実行力が重要です。企業やチーム、アーティストが手を取り合い、新しい試みに挑戦することで、私たちにとってより豊かなエンターテインメント体験が生まれることを期待しています。 FC バルセロナとナンバーアンダーライン I の広告が示したように、広告は単なる情報提供の手段を超え、人々の心を動かし、感動を与える力を持っています。スポーツとエンターテインメントの融合は、その可能性をさらに広げるものであり、今後の発展が楽しみです。皆さんも、この新しい広告の世界に足を踏み入れ、一緒にその未来を作り上げていきましょう。 これからもこのような広告の進化を見守りつつ皆さんと共に感動を共有できることを楽しみにしています。広告が持つ力とその未来に対する期待を胸に私たちはどのような体験を求めているのか一緒に考えていきましょう。あなたの意見や体験をお聞かせください。新しい広告の世界について皆さんの考えを楽しみにしています。